テンデンカーでこう、行ってた時あったじゃないですか。走り回ろうと。走り回って、車を止めて、なんやかんや喋ってた時、あの時に、急に喋ってる俺を見ることもなくスタッフ一同がこっちを見てたら、そこにまあ長いお付き合いの俳優北村和樹が。いましたね。覚えてるでしょ？いやもう奇跡でしたよ。ね。で、その前に思い出のカレーライスの話をしてて。車の中でね。そうそうそう、はい。で、その僕の思い出のカレーライスのお店を北村くんが赤坂の方でやってると。はい。ね。っていう話をしたと、後に偶然会ったから。本当に偶然。何してんねん言って、実は別店舗を探してるとこやということで、はい、で結局原宿じゃなくなったんですけど、ここ下北に今月末ぐらいに、オープンすることになりまして、その時は絶対食べに行くからなって言ったんで、オープン前ですけども、ちょっとね食べさせてもらおうと思いまして、ちょっと宣伝、これも完全に友達の宣伝です、はい、こちらじゃん、大阪マドラス22号店。あ、22号店もあるんですね。それは知らんかった。一応全国にそんなのあったんやということ。はい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 、今日はねちょっと北村君にちょっと許可をもらいまして、はい、電話してちょっと行ってみるわと。ほんで懐かしの味を食べさせてもらいますわということで、実際食べさせてもらえると。まだオープン前ですけども食べさせてもらいましょう。下北ってカレーの激戦区じゃないですか。はい、ちょっと頑張って応援したいですね。絶対勝てます。勝てます。むちゃくちゃ美味しいですか。すごいな。僕ダントツで一番好きなカレーですから。ずっと言ってますもんね。はい、はい、行きましょう。行きましょう。オープンですけども、はい。やすこです。失礼します。こんばんは。こんばんは。お邪魔します。すいません、ちょっとオーナーさんにね来てもらうことにちょっと許可をもらいまして、はい、ちょっと食べに来ました。はい、うわ、おるやん。ちょっと待って、おるやん。え、売ってた。え、ちょっと、あなた忙しいでしょ今。いいんですか。忙しいからない方がいいと思います。映して大丈夫ですか。オーナーさんのお店の宣伝ですから、それは出てもらいましょう。そこはいいんですか。本当にいいんですか。大丈夫すげえ。2回目の登場ですよ、宮坂チャンネル。ありがとうございます。はい、宮坂やらんでええねん。もう、いやいや、嬉しい嬉しい嬉しい。ですよですよ。ドラマ終わったとこぐらいじゃない。終わったばっかり。まだ次の作品入ってる。すぐ。しかも、コロナの影響もある。はいはいはい。久しぶりに重なって。なのに、はい、オープンでしょ。なんかニュースにも出てましたよね、北村さん。あ、そう。俺も食べたくて仕方がなくて、赤坂店は個人的に行ったんですよ。めっちゃ並んでて、その時ね、もう入られへんわって言って、2回諦めてるんですよ。だから宣伝しすぎ良くないと思って、はい、だから緩いよ。広いよね、でも。広い。赤坂店は狭いやん。狭い。僕も相当広いです。いや、しかもめちゃめちゃ綺麗っすよね。いいね、いい雰囲気だね。駅からめちゃめちゃ近いですか、駅、うん、家賃高すやな。ないっすよ。それはそうです。このスペース、駅1分は。ちょっとこれ、話聞きましょうよ。出た。食べたいわ。ちょっとじゃあ、一旦準備させていただいて。セッティングするわ。急だったから、照明とかセッティングさせてもらいます。ありがとうございます。さあ、久しぶり。原宿で偶然おった時やけど、飲むなんてむちゃくちゃ久しぶりでしょ。いやー、そんなに。どれくらい？もう覚えてないぐらいや、俺。2、3年？もっとじゃん。飲んだっけ。一緒にドラマ、北村主演のホワイトラボ、はいはい、の出てる時は結構行ってたけど、まあとりあえず乾杯しましょう。とりあえず乾杯。ご無沙汰です。お酒にやってます。飲んでないで相当。うん、俺そうそう、インスタを始めたの。ゆすりげ。だから北村がインスタって。そうそう、見てこの顔でインスタって。やり方がいまいちわからんで、で息子に聞いて、まあたまたま一緒におったから、息子ダンスやってるからさ、あ、そうなん、インスタとかよく知ってるから、教えてもらって、まあ何気なしに普通に撮って出したら、ネットとかにすごい急に出て、そう出るやつ。いや、そういう風になるとも思ってなくて。ああ、なんか言ったことがなんかネットニュースになって、すごいすごい。それこそ、まあ、悪いことだと炎上してしまったりとか、うん、今怖いで。あ、うわ来た、あ来た、うわ来た、うわ来た、うわうまそう。またこれに入れてるやん。やるね。好き。もうそれはもう昔のカレーはこれに入ってんすよ。あ、なるほどね。うまそう。ちょっと泣きそうですよ。俺相当ぶりやで、マドラスカレー食うの。もともとさ、あゆい橋やったっけ。あゆい橋、あっこにオープンの時に降りてんねん。
オープンの時に飲んでて、あのフジモンと飲んでて酔っ払って結構泥酔して、カレー屋あんぞと、こんな深夜にしかも空いてるぞと、うん、今日からオープンで、なんやこんなとこにカレー屋入って、あ、オープンの日、そうそう、あのその日に行って、俺より前や、そう、こんなとこでカレー屋って言って、カレー好きか食おうぜフジモンって言ったら、もうこんな夜中にいいっす、ええか食おうぜって食うて、もう泥酔してるからうまいは分かってんけど、そのまま食べて帰って、朝起きて、あれむちゃくちゃうまいカレーを昨日食べたぞと、でも泥酔してていまいち覚えてない、ただ一口目が甘いなんやっていう衝撃があったぞって思って、その日夕方から仕事やったから、あかん、もう一回食いに行こうと思って行ったよ、行って一人で、一人で行って、昨日すんません酔っ払ってって対象に言って、もう一回食べさせてくださいって確認がしたいって食べて、あんまって思うね最初、もうそっからうま辛いって、もうむちゃくちゃうまくて、そっからもうほぼ毎日行ったよ。いや多分行ってる人は、うん、結構それでもみんな、俺も同じ感じ、びっくりしたもんね、一回行ってうまっと思って、もう次の日も、次の日も、はあ、リピートするんですね。それをね、そうなんですよ。ぜひぜひ。久しぶりに、まずちょっと卵を割らずにいきます。まずそのままで。はい。まずもうこの。いや、サボさん好きそうな感じ。わかるでしょ。うまそう。ほんま、世の中のカレーの中で一番好きやから。いただきます。いやー。何にも変わってないね。うまい。うまい、うまい。びっくりするで。食べたい。絶対食べたことないカレー。うわ。